サイリスタ、サイリスタとは、主にゲート G から仮想度 C へゲート電流を流すことにより、アノード A と仮想度 C 間を導通させることができる三端子の半導体素子である。SCR、シリコンコントロールドレックタファイヤー、シリコン制御整流子とも呼ばれる。近年は、スイッチング周波数を高く取ることが容易なトランジスタが台頭しているが、 トランジスタに匹敵するスイッチング周波数を持ったものやサイリスタの持ち味である大電力にも耐えられる脳、そして新しい半導体材料やピン接合で設計できるなどサイリスタの魅力は十分にある。サイリスタが SCR とも呼ばれることは前述の通りである。SCR はゼネラルエレクトリック社の登録商標で、 サイリスタは RCA 社がサイラトロンの動作に似たトランジスタとして付け名称である。あとに国際電気標準会議によりサイリスタに統一される。また、放実する逆動通サイリスタが流通し始めると区別のために逆素子三端子サイリスタとも呼ばれるようにな。サイリスタ単体で逆素子能力、すなわち逆方向からの電圧に耐える能力を持っているからである。 しかし単にサイリスタといえば逆素子3端子サイリスタを指すことが多い。後に P 型半導体または N 型半導体の組み合わせが良え、以上、端子の数も2つ以上のものが発明され、主にスイッチング用途で使用し構造や動作原理が似たものを総じてサイリスタと呼ぶように持った。PNPN の良え構造をしている。最初の P 型半導体に アノード、最後の N 型半導体に仮想度、そして中央二つのうちいずれか一つにゲート端子が接続されている。そのうち P 型半導体からゲート端子、ゲート電極、制御電極ともを引き出しているものを P ゲート、N 型半導体からゲート端子を引き出しているものを N ゲートと呼ぶ。N ゲートのものは、プット、プログラマブル UNI ジャンクショントランジスターとして、 動作する。原理としては、図のように PN、PNP トランジスタと NPN トランジスタを組み合わせた複合回路と等価である。サイリスタの動作は、機械的なスイッチのそれである。機械スイッチのオンを半導体では、導通電流が阻止を通って回路に流れている状態のことを指す。また、オフ状態を、非導通という。非導通から、導通からへのプロセスは、 点個もしくはターンオンという。反対に、動通から非動通へのプロセスは、証拠もしくはターンオフである。そしてこれらを制御する装置は、ゲートドライブやゲート装置と呼び、スイッチのつまみに当たるゲート端子がサイリスタの操作を行う。これらの動作は講述する。これらの動作はほぼすべてのサイリスタに共通して言えることである。この特徴を生かし、 一度導通状態にしたら、通過電流が0になるまで導通状態を維持することが望ましい用途に使用される。カメラのフラッシュ制御など、このような特性のため非常に、過電流大量が大きく通常のヒューズでも、素子を保護することができるため電源、サイリスタ、マイナス負荷の接続で使用する、位相制御用途子は、非常に良い素子である。特に、大電力の制御の場合、 電流例のタイミングでオフになるためサージ防止に優れる。ただしインバータのように電源に対して2個直列したものを並列にする回路構成では最悪のバイサイリスタで電源を短絡してしまうことになるため十分な保護回路を組み合わせることが必要でいる。以下、サ a を元に説明する。この図ではノードから順に接合部に対し J、J、J と名付けられている。 説明でもこの名称を用いることにする。サイリスタは J と J が P 型半導体から N 型半導体に接合され、純バイアスとなっているが、J で N 型半導体から P 型半導体に接合されている。つまり J では逆バイアス状態で、アノードに静電圧を加えるだけでは J は通過できるものの、J ではわずかな漏れ電流が流れるだけであり、実用上は、 電流が停止した状態である。J が PN 接合であるため、仮想度から電圧をかけると、ダイオードに逆バイアスをかけるのと同じ状態であり、やはり非導通状態のままである。ところが、サイリスタに対して、純バイアスをかけてからゲートに電流を通過、トリガーさせると、J から J への漏れ電流が、ゲート電流により加速されてだれ降伏を起こし、 アノードと仮想土管が同通する。この時のゲート電流は、アノードマイナス仮想土管よりも小さくても良い。ゲート電流の発信には、古くはユニジャンクショントランジスタが多用された。また、口述するトライアックでは、ダイアックとペアで使用されることが多い。サイリスタで一度なだれ降伏を起こすと、ゲート電流を切るだけでは降伏は収まらない。ゲート電流を切った後、 アノードと仮想土間の電流を最も簡単に止める方法は、アノードに流れる電流も切ってしまうことであるが、回路を無接点化したい場合、この方法は不適切な場合がある。例外として、交流電源の場合、電圧が例になる瞬間があるため自然と証拠する。また、交流電源を整流するのであれば、整流器を構成するダイオードの一部、または、 全部をサイリスタに置き換えることで直流電流をスイッチングすることができるサイリスタ位相制御。電源そのものが直流の場合はサイリスタに逆バイアスをかける必要がある。逆素子三端子サイリスタと逆度通サイリスタは自己証拠能力を持たないためサイリスタを証拠するための素子が別途必要となる。証拠専用の回路を電流回路と呼び、 例えば、天竜回路の素子をサイリスタとすると、そのサイリスタをオンにして、主回路側のサイリスタに逆バイスをかける。自己証拠能力を持つ場合は、ゲートドライブでゲート端子に不電圧をかけることで逆バイアスとする。仮想度に静電圧をかける点はどちらも同じである。また自己証拠能力を持つ場合は、ゲートドライブに天竜回路を組み込んでいると言える。 通常は、ブリッジ上に個別に配線する管流ダイオードと、サイリスタを一つの基板上に組み込んだものである。故に、基本的には逆素子三端子サイリスタと大差はない。しかし配線が単純化するとともに小型化される特徴がある。リバースカンダクティングサイリスタの頭文字を取って、RCT とも呼ぶ。逆向きの電流を流さない一、方向性半導体素子の多くに、 この配線を採用したものがあり、例えばジーテオサイリスタなら、逆動通、ジーテオサイリスタと呼ばれる。電気鉄道の電気子直波制御の主力であり、また VVVF インバータ制御の黎明期まで使用された。スイッチング周波数は 300Hz 程度。三菱電機が開発した自己証拠阻止で、ゲートアシステッドターン、オフサイリスタの頭文字からガットとも呼ぶ。 1982年に、低都高速度交通営団、現東京地下鉄が開発を進めていた、高周波分巻きちょ製の試作品に、ツイッチング素子として、試験採用されたが、実際に、同制御方式を採用する予定の01系電車が、製造段階に入る頃には、後術の、ゲートターンオフサイリスタが、主流となりつつあったため、同制御方式は元より電子部品としても、 実用化されることなく消滅してしまった。ゲート、ターンオフサイリスターの頭文字から、GTO サイリスター、または、単に、GTO とも呼ばれる、自己証拠阻止である。文字通りゲート電極の信号で証拠もできる。ゲート電極に与える信号は、不電圧で、正電圧は仮想度にかける。スイッチング周波数は 450Hz。点呼用ゲートドライブは単純であるが、 証拠する際は大きな電流が必要となるため、数段にわたるバイポーラトランジスタを一斉に導通して大きなサージを発生させ、昇圧する必要がある。使用に際してはアノードリアクトルと砂バ回路が必須である。大電力用途として特に電気鉄道の VVVF インバータ制御において1990年代後半まで主力であった。 また電気子直波制御も末期に、東京都交通局や A 団などに、また公衆波分巻直波制御や、初期の静止系インバータ、静流機にも使用された。電圧耐性と出力の高さから、90年代には、一つのインバータ装置で2両分8個の主電動機を駆動する 1C8M ことができるようになり、軽量化、大容量化とコスト削減を実現している。これは、 主役の座を明け渡した、イベットデザイ得ることができない性能である。また、逆導通、G とサイリスタは装置の小型軽量化に適しており、日本国内の路面電車の多くに採用されている。一般的な電車への採用例もあり、東日本旅客鉄道の E127 系電車が該当する。キャリアを引き抜きやすくするため、仮想度電極の周りをゲート電極で取り囲み、 アノード電極は逆素子三端子サイリスタでは二つ目に、接合されていた N 型半導体と、それに埋め込まれるように接合され、細かく分割された P 型半導体の両方に接続されている。これを同心円状に多数並列接続し、セラミックなどのケースに風刺したものである。ゲートコミュニティテッドターン、オフサイリスタの頭文字から、GCT サイリスタとも呼ばれる。 三菱電機が1995年に世界に先駆けて開発したもので、ジーテをサイリスタのゲートを中心に改良したものである。砂場回路が不要となって低損失化を実現したほか、インダクタンスの低減により、スイッチング周波数が10倍となった。サイリスタとゲートドライブとのインダクタンスは1、100ほどまで低減されいる。またターンオン時の電流上昇率に対する大量が、 向上し、アノードリアクトルも不要となる。近年は、ピン接合やシック、シリコンカーバイド、単価系素を用い、1199の容量を持つインバータ装置が、関西電力と A 社の共同開発によって実現されている。逆動通系リバースカンダクティング GCT、RGCT や、電圧系インバータとして、逆動電型もラインナップさている。 現在の用途はもっぱら圧延機の駆動用だが、これをさらに改良したイグクトサイリスタを用いた高速列車が、韓国高速鉄道 KTX の次世代車用 HSR-350X として試作された。時速時速 352.4km を記録したが、阻止の破壊を繰り返したためイベットへの移行を検討している、最終的にイグクトを採用。 GTO サイリスタではケースから引き出されたゲート電極を介してゲートドライブに接続されていたのに対し GCT サイリスタは積層構造を基本としゲート電極がリング状の金属板として基板に見重ねられている基板には数千個にも及ぶサイリスタが同心円状に並列接続されている点とゲート電極が仮想度電極を囲んでいるのは GTO サイリスタと同じである 上述の韓国高速鉄道が採用したイグクトは、集積化ゲート電流型サイリスタ、インタグレイテッド GCT のことで、GCT とそれを駆動するゲートドライブを積み重ねて一体化したものである。ターンオフはサイリスタに流れてくる電流すべてをゲート回路に向けて流すことで行う。ゲート電極をリング状とすることで点ではなく線で接触するため、 半導体の広い範囲に電圧をかけることが可能となり、高効率となった。なお、金属板のゲート電極と線上のゲート電極は、互いに動くことができる、要断製剤によって押し付けられている。逆方向素子電圧体制を持たないのも、特徴で、逆素子能力を持たせた逆素子系 GCT サイリスタ、SGCT、シンメトリカル GCT もラインナップされている。 光取リがサイリスタ。光サイリスタは、高信号によって直接点呼させるサイリスタである。制御回路と電力回路とを完全に絶縁でき、ノイズによる誤動作を少なくすることができるので、高電圧の交流電源回路に用いられる。具体的な適用例として、周波数変換設備、FC、フリークエンシーコンバーターや直流送電設備、HVDC、 ハイボルテージダイレクトカレントにおける硬直、変換装置、無効電力保障装置、SVC、大容量回転機の始動装置、SS などが挙げられる。静電誘導サイリスタは、高速で、大電流を制御可能な半導体素子である。トリガ電圧が低く、ターンオフが速やかで自己制御型の GTO のような、ON オフ素子で、東洋電気によって1988年に、 発売された。静電誘導素子の一種で高出力、高周波数の電力用半導体素子である。実質的には P の電極上のゲート構造を備えた P、NN ダイオードである。素子の構造はアノード側に付加された P 相応以外は、概ね静電誘導トランジスタと同じ。通常は、導通状態でオフにするためには、負の電圧を付加する必要がある。 静電誘導サイリスタの導通状態はピンダ用ドの挙動に似る。双方向サイリスタは、双方的な2個のサイリスタを逆並列に接続する構成をとることで、双方向に電流を流すことを可能とし、直流だけでなく、交流でも使えるようにしたものである。実際の素子は2個の素子を接続したものではなく、図に示すようなモノリシック構造となっている。トライアックとは、 トライド AC スイッチの略であり、1964年にゼネラルエレクトリック社で初めて開発された。ダイアックを点呼阻止として、交流の双方向スイッチング制御に用いられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。